はい、来週はこれを変えをちゃんと配信を今週はねしていこうと思います。7日月曜日の予定から見ていきます。7月、国内7月の景気動向指数が14時に発表です。海外はアメリカがレバーデーでお休みとなりまして、中国8月の貿易収支発表になります。決算発表、ファームフーズ、アスカネット、萩原工業、東方、学上インスペックあります。アスカネットとかね、ちょっと、荒っぽいというか、まあ、決算次第で大きく動く銘柄とかあります。ファーマフーズとかもね、まあまあ、期待できそうなところかなと思いますけれども。こんな感じですか。8日、国内7月の家計調査と毎月金の統計調査8時半、そして GDP 確保値が8時50分、景気ウォッチャー調査8月分が14時に発表。アメリカ消費者信用残高が明けて4時に発表ですね。そして国内決算発表、スバル工業、カーサ、OSG コーポ、アルトナ、ミライアル。カーサとかはしっかりいい数字を出してきそうな気がするんですけどね。この時期。カーサいいですね。9日、国内が8月のマネストックが8時50分、そして15時に工作機械受注が発表。海外では中国の8月生産者物価指数、消費者物価指数が10時半に発表です。決算発表、アセンテック、東京楽天地、扉システムズ、グッドコムアセット、ビューティーガレージ、ベステラ、アゼアス、B&P、ハウテレビジョン。ここはまあ、扉システムズがストレートに行くんだったら、ね、注目したいところですかね。扉システムズ。そうだな。まあ、そこかな、という感じ。あと、松本とか、決算表ありますね。そんな感じです。まあ、扉システムスかな。ね、この日は。10日、国内、7月の機械受注が8時50分発表。そして ECB 定例理事会、ラガルド総裁の会見があります。アメリカ8月の生産者物価指数が21時半の発表となります。10日、決算表結構あります。積水ハウス、神戸物産、組合化学、ラクスル、ドーム、東京ドーム、CEC、ステムリム、セルソース、ネオジャパン、ジャパンディスプレイ、鎌倉新書、アクセス、グミ、テンポスホールディングス、オハラ、サムコ、アイモバイル、マックビープ、トーエル、ギグワークス、イムラフート、小島化学、クシム、トップカルチャー、シャノン、あります。ここのって、まあ、神戸物産は、それなりに、まあ、お昼とか、場中の配信の方では、ね、神戸物産、月次の数字で、一旦株価売られるサイクルになってるんで、決算アップで買われるサイクルになってるんじゃないかなと思うので、ちょっと神戸物産は、まあ、素直に買いに行っていいんじゃないかなと、まあ、期待外してあげてもいいんじゃないかなという気がしてます。東京ドームとか、どうなんでしょうね。アク抜けとかなるんですかね、東京ドームね。ステルスソース、スパンディスプレイ、鎌倉新書。まあ、そうですね。アク抜けで、まあ、あとテンポスホールディングスとか、まあ、大原サムコあたり、まあ、ね、いい数字出してきてもおかしくないなっていうところと、まあ、選挙関連、井村フートとかはちょっと、どういう動きになるか気になるところですね。11日、週末。8月の企業物価指数8時50分、同じく、法人企業景気予測調査も8時50分ですに発表です。メジャー SQ になりますね。9月第2週金曜日です。アメリカ8月の消費者物価指数は21時半、明けて3時に財政収支の発表。国内決算発表、JM ホールディングス、ヤーマン、省エネ食品工業、三井ハイテック、プロレドでいいですかね。ヒーローズ、レオパ、CRE、マルゼン CHI、単成社 JSB、糸黒、稲葉製作所、シルバーライフ、トモエ工業、フリービット、A チーム、鳥貴族、中野不動、菊池製作所、モルフォ、OSA、すき焼き、トルク、ウエスコホールディングス、フルスピード、UMC エレクトロニクス、ハテナ、フリンジ81、フィットですね。まあ、三井ハイテック、ヒーローズ、単成者のアク抜け期待。まあ、その辺ですかね。鳥貴族とかもまあアク抜け期待。まあ、徐々に客数ちょっとずつ増えて、まあ、いろいろまだね、制限続いてる中ですけど、増えてきてるかなと思いますので、ちょっと底打ち感みたいなのを期待したいところでしょうかね。
あとは前、全然クソ、今朝悪かった UMC エレクトロニクスあたりもこの辺で、ちょっとアク抜けを期待したいなっていう感じです。はい。というところでしょうか。以上、来週の予定でした。月曜日、まあ、週末、ニューヨークダウ結局159ドル42セント安、28,133 ドル31セント 0.56% の下落でした。一時、いくらで700円安ぐらいから600円下げたんですもんね。そうです。750ドル安ぐらいありました。まあ、戻しましたけど、さすがにちょっと安値感みたいなのがあって、安いところではさすが買いも入ってきたなという感じになりました。ナスダックもね、一時400ポイント安かな、もっとかから300、400、500ポイント安かまでありましたが、結局ある程度戻して 144.97 ポイント安 11,313.13 ポイント、 1.27% の下落と。まあ、2日ぐらい下げちゃうのはしょうがないですんでね。まあ、で、月曜日、また、レバーデーでお休みなので、まあ、3日、3連休をちょっと前に売りも出やすかった。一旦ちょっとポジション崩しておきたいなという動きもあったんだろうなと思いますしね。まあ、そこをうまくこなしてしまえば、また戻していけるんじゃないかと思います。日経金先物も随分ね、一時売られる場面がありました。ちょっと安値はこれだと見にくいんですけど、見えるかな、見えない。安値 22,820 円まで下げたんですね、安値という感じでしたね。ちょっと厳しかったですね。これいらんか。まあいいや。一応、日中の割値からはプラスで帰ってきました。23,200 円で終わってますんでね。まあ、ちょっとヒヤッとしました。さすがにやっぱりダウ500ドル安とかってなってくるとね、また23,000割ってしまうような展開でしたんで、ちょっときついなぁと思いましたけど。ということで、まあ、月曜日しっかりした展開で始まるんじゃないかなと。そんなね、米国株そんなに下げなかったのは大きかったと思いますんで、あと、ま、アジア株次第な部分もありますが、まあ、ちょっとこの下げでなんか話題になってるそのソフトバンクがかなり米株に投資をした、まあ、いろいろ、ね、トランプさん対策だったり、ね、そんな話も出てますけど、まあ、そのマイナスをいかにしてなんかちょっとソフトバンク警戒売りというか、まあ、評価損どうしても出ちゃうので、その辺、ね、買うタイミングとかから見ると結構マイナス出たりするんじゃねえかっていう気持ちもね。なんかまたオプションも結構オプションの残があるとかいうことなんで、ちょっと どういうね、ポジションで組んでるのか分かんないんで、なんとも言えないですけど、ソフトバンクの動きがちょっと国内としては気になるかなというところでしょうかね。あと、為替106円23銭ということで、為替自体はね、そんなに、米株の下落とか、うんぬんを見ると、そんなに動いてないなっていう感じ。あと原油はちょっと下げてます。40ドル割れました。39ドル50セントまで下がってきてますんでね、ちょっとリスク資産は一旦ポジション崩しておこうかなという動きにはなってるみたいですが、まだ深刻なそんな下げじゃないのかなというふうに思ってますし、なんかね、特段の何か、まあ、昨日ね、金曜日にまあ大幅続落してたらちょっと怖かったですけどね。またなんかなんとかショックみたいな名前を付けられそうな下落になりましたけど、やっぱりなんか特別な仕掛け
ックみたいな、その前のビックスショックみたいな変な仕掛けっていうわけでもなかったし、まあまああんまり気にしないでいいのかなというふうに思っております。ということで一応ちょっと月曜日は強気に行きたいというのと、ポールトゥインビットクルホールディングスが下げそうだということが私はショック、久々になんか決算チャレンジしたのにちょっとねやってしまった感が悲しいです、はい、ということで、まあ、月曜日銘柄としては、まあ、行くんだファーマフーズか、まあ、学上はちょっとどう捉えていくかわかんないですけどね、まあ、行くんだったらその辺ぐらいですかね、ということであります。ということで、ちょっと涼しくなって、雨はね、台風とかちょっと日曜の夜ぐらいからですか、九州の方とか心配ですけれども、何もないといいなと思っております。ということで、まあ、もしよろしければ、高評価ボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。以上、静かですけど、来週はこれを変えでした。